い、こんにちは、ソロウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババーン、ほんならほんならほんならでしすぎたシャドーバースってことで、いつものやつですね。15周目ですね。前回がロイヤレスのデッキ構築をしたところまでやったような気がしますですね、ですね。というわけでチェック、なんか変な感じに、変な感じっていうのもおかしいな、とりあえずね、メニゴブリンメイジちゃんとかを入れたりとかしたりとかしたり、モニカちゃん入れてみたりとかしたりとかした感じです。まあやっぱ一気入れしない構築なのかなという感じが、結局今ヨロイヤルスにやれることなんじゃないかなということですね。はい、まあだから息切れしないってなったらアドバンスブレーダーももう3積みしてもいいんかなとか思ったりもするけれど、まあその辺はってことで、これでいきます。さあ行ってみましょうじゃないでしょうか。もう日本語がやばい、ガシガシ。なんかね、本当エンドカードっていうかね、フィニッシュになるようなカードがあるといいんですけれど、なかなかちょっと、まあ贅沢なのかも言わへんけどね。ストロジョー、死を恐れるな。なんじらは、魂は我が風となり、我が体のうちで永遠に生き続けるのだ。いやーって感じね。なんかすごく大きい人に見えるよね。こいつらがちっちゃいのかもしれない。いや、違うな。多分遠近法的な。さあ、おー、バンプ、名前。どうぞ、お覚悟を。退屈させてくれるなよ。退屈はさせたくないのだけれども、いやーここでしょ。なんか聞けるよ。てか俺なんで死の教えキープしたんやろ。死の教えも別にいらんかったんちゃうんかな。まあでも偉い。ユニコは偉い。よろしくお願いします。よろしく。間にミコスとかってか、なんで俺本当にリアルにさ、死の教えをキープした理由を教えてくれないか、俺にお前しかわからんやろって。あー、出たー。それさえあれば。そんな、まあ逆にあいつら打点は低いから、まあ言うてかな。ユニコ、頑張ります。そんな、やべえ、3コスとかなんもねえ。やっべやっちゃってる。あーもうバカーン。やれやれだな。そんな、あーどうしよっかなこれ。やべえよ、よかったなんか聞けたよ。とりあえずお帰りなさいませ、ご主人様。これダメですね。これフローラルフェンサー最悪だよフローラルフェンサーやべえからね、これ進化したら。力、うわー、それさえあれば。力、どうすれば。それさええく、これもう負け確かな。もう遊んじゃおうか。これは相手に試合くれてあげようかな。あれはもうダメだな。いっそフローラルフェンサーでバーン食らいまくって死んじゃうか。いやでも諦めんの早いか。これで決めます。最高の笑顔でお迎えいたしましょう。甘く見ないでくださいね。私はまだ可愛いから顔が見ないでね。そんな、逆に相手の打点自体は低いから、そこをうまく逆手に取っていくしかなかろうよって話か。サインステゲーするのも違うからな。まだ回復も一応あるからな。ユニコというスーパーカードがあと2枚残っている。あー2点番か、ここが落ちるか。申し訳ありません、やむをえんな。私は使命を果たすのさ。さて、さすがにきついね。私はまださて、進化しちゃうとどっちみちなんだけどな。1234もう負けてるな。これ負けてますよ。覚悟はいいですか。この時点次だね。やっぱ両乱ってね。我が忠誠は鋼のごとし。そんな、ジロジロ見ないでよ。負けました。まだ
お見事ですね。いやー無理、そんな綺麗に引かれたんじゃな、まあ無理だわ。はい、お疲れ。お見事です。まあ言うてどうにもならんか。普通のロイヤルだったらどう対処するんだろうね。なんとも言えないとこだね。はい、負けちゃいました。まあしょうがねえな、あんなに綺麗に引かれたしょうがないか。はい、バイバイで。